速報、カマビンが契約延長か、契約解除金は10億ユーロ、白い巨人の中核戦士確定。2021年にレンヌからレアルマドリードに完全移籍で加入した現在20歳のカマビンガさんだが、2027年までの契約をさらに延長するという。レアルマドリードと2027年6月30日までの契約を締結している。しかし、クラブ側は昨今の同選手の活躍を高く評価しており、さらなる契約延長を希望。かねてから選手側との交渉に臨んでいることが明らかになっている。今回の報道によると、両者の交渉は順調に進展しており、2028年6月30日までの1年間の契約延長で合意に達する可能性が高まっているという。なお、新契約には給与の大幅な引き上げも含まれているようだ。また、カマビンガを中長期的プロジェクトの中核に据えているスペインの白い巨人は、契約解除金を10億ユーロ約1576億円に設定する見込みだという。他クラブからの接触を断つことで、同選手をできるだけ長くスカッと認めておきたいと考えているようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、カマビンガ本人を含む交渉関係者の全員が契約延長を希望しているとのこと。現時点で合意は成立していないものの、新契約の締結は時間の問題であると指摘している。ちなみに来た時焦ったやろ絶対、まだ20歳やったんか。カマビ20歳、ベリンガム20歳、マドリーの将来安定やな。こういう解除金設定するあたりが賢いよな。まあ、レアルブランドあってこその契約だろうけど。20歳なのにあの落ち着きはすごいよ。マジで将来エグい選手になりそう。この1年で一番成長したレアルの選手かもな。将来有望すぎて多分驚かない。よくわからない金額だけど妥当だと思う。